フォースアイカーズはここに2本バサルトストリンガーとカーズが入っています。でこのおかげですごくポップ力のある反発の高い板になっています。でなんで高速で滑るときとかすごく安定してガンガン滑られますね。でまたオーリーもすごく高く飛べて気持ちいいジャンプができます。でまたパウダーもハイスピードで滑ったりする人にはすごくいいかなと思います。岡田沙織です。このフォースアイカーズは去年まではメンズラインのモデルだったんですが、今年からはレディースのステップも出て、ユニセックスになりました。この板はキャンバー形状なんですけど、レックスがしっかりしてるので、私はちょっと北海道 のパウダーで滑ってたんですけど、まあ、操作性があってなおかつ安定感があってとても乗ってて楽しい板でした。この板は反発がすごくあるので、ゲレンデでのカービングターンの時 の踏み込んだ時の加速力や、あとパイプのドロップインした後の踏み込んだ時 の加速力っていうのがすごくいいです。今期のフォースアイカーズのソールはダイカットじゃなくなったので、滑走性がぐっと良くなりました。